クラフトパーク石の公園ってところに来ました。こんな感じで鯉のぼりがめっちゃ上がってますね。ここにね、夏目友人帳グッズとかもねあるみたいなんで、レアなアイテムがないか探していきたいと思います。よいしょ、階段を上がって物産館とか、あとなんか革細工とかそういうなんか体験もできたりするみたいですね。物産館です。人よし風景絵はがき、トイレ、あれでいいよ。あ、クマモンがいる、クマモンが。え、資金があります。あー、これか。さすがに価値ないでしょ。そうなんですね、本物の虫キングだったら価値あるんですけどね。おー、すごい、お土産屋さんっぽい。あ、くまモングッズだ、くまモンクロス。あ、クロスいいな。レンズとか拭いたりできる、カメラとかスマホとか。あ、ドラえもんだ、キティちゃんもいる。え、なにこれ、メンコだって。こんな入って100円だよ、武者メンコ。これ買おうかな。これは歪んでるからちょっとこっちが買おう。歪んでない方買おう。武者メンコと時代メンコ。へえ、いっぱいありますね。武者免許、時代免許、ビー玉おはじき、キラキラの指輪。これ買います。あ、スプリングだ。あー、これね、ボール系ですね。あー、これ400円か。飛行機です。トーマス、ヨーヨー、ヨーヨー、これ買ってこう。自転車、あ、いちごのおもちゃあるぞ。これ1200円するんだ。刀がめっちゃあるぞ。物産館になっておりました。おお、なんか音がしてるんだよな、さっきから。めんこめんこ、夏目友人帳×人よし缶までいいのかなのスタンプラリーももらいました。こんな感じだね。とスタンプラリーもらいました。やった、メンコだよ。こっち100円かな、こっち80円だけど、確かに。あ、じゃあこっち80円だ。で、こっちが100円でした。こんなところでメンコをゲットできるなんて。